ユニバーサルスタジオで。あ、そう、ダンサーやってた。ですよね。僕、年パス持ってました。年パス持ってた。中学ぐらいの時。え、いつ頃っすか？中学生なんで、今いくつですか？今24ですもん。あ、24歳なんですね。若いっすね。今、おいくつですか？32ですもん。9つぐらい違いますね。はい。ってことは、僕が中学生の時は、11、2年、まあ、10年ぐらい前やったら、ちょうど踊ってたかも。マジっすか？はい。多分普通に見てた。マジっすか？結構ショーとか見てました。いや、結構見てました。あの、ハッピーハーモニーセレブレーションっていうショーがあって、はい。あの、今、スパイダーマン、ハッピーハーモニーセレブレーションっていうショーがあって、はい。あの、スパイダーマン、はい。あるでしょ、はいはい、あそこの前にグラマシーパークっていう広場の。しかもちょうどスパイダーマンでき始めたぐらいの時期ですよ、ね。あ、そう、はい。あんぐらいの時にね、あの、セサミストリートと、シュレックと、はいはい、あと、キティちゃんと、スヌーピーの4種類のチームがあって、はい、そこで、ショーをやってたんですけど、そう。いや、なんかそれを、明確には覚えてないですけど、うん、見てる可能性あるなっていう。マジっすか。いろいろやってましたよ。本当に。ちょっとそれは憧れですよ。ねえ、USJ、そう。結構行かれて乗り物とか乗るんですか？乗ります。未だに正月行きますね。なんか弟が好きで。いいっすよね。たまに俺も行くんすけど。おうほうほう。あの、まあ、スタッフさんとか、会いにとか、はい、まだダンサーでやられてる人とかいるんで。あ、ご挨拶。その、ユニバーサルスタジオ。そう。はい。内の。そう。へぇだから。スタジオ側ってかっこいいっすね。うん、ピーターパンとか見てました、ショー。ピーターパン見てましたよ。全員友達、ピーターパン。飛んでる。あ、友達もらってます。かっこいい。マジっすか？ピーターパン全員友達。うん、上で飛んでる方も下でやってる方もピーターパン全部友達も。あれは、何でしたっけ？ホラー系のミュージカルっぽいやつあるじゃないですか。ああ、ありますね。ジュークやったっけ？はい。何やったかな？名前忘れた。あれあのショーも出てたし。ええー、マジっすか？そう、スペシャルショーみたいなのも出てたし。あ、ビートルジュース。ビートルジュース。うわ、ビートルジュース。ビートルジュース。懐かしい。ビートルジュースも、ほぼほぼ友達。マジっすか？そう。うーわ。そう、あの、シュワちゃんやってたやつも友達や。シュワちゃん？シュワちゃん。そう。え、あの、ターミネーターのですか？そう、ターミネーターのシュワちゃん。最後出てくる？そう。シュワちゃんが住んでた寮みたいなところ、同じところに寮があって、俺も住んでて。日本の方ですか？ね、海外の方ですね。海外の方ですね。そう。一年中タンクトップ、ほんまに。マジで。アウター持ってへんのかなっていう。冬でも。ビヨッビヨのもタンクトップ。じゃあ、ウォーターワールドは？ウォーターワールドは、あれはね、あの、スペシャルショーみたいなのがあって、はいはい、ワンピースとコラボした時かな。ああ、はいはい、ありましたね。何回かあったんですけど。ありましたね。その一番最初にワンピースやった時に、ダンサーで出てました。そう。うわ、じゃあ、多分それ、ほんまに見てる可能性ありますよ。マジっすか？はい、ルフィ友達。全然。もう何が何だかわからなくなってきた。ルフィ以外も全員友達。大体知ってる。へぇー、うん。そう。ジェットスキー乗ってるスタントチームとかも、はいはい、よくしてもらってましたしね。そう。ウォーターワールド、あれすごいっすよね。いや、めっちゃおもろいっすよ。あれ面白い。そう。未だに見てもやっぱワクワクしますもん。そうなんですよ。あれいいっすよね。嬉しい。出てた。うわ、なんかすみません、普通にファンみたいな感じ。全然。USJ これからも愛してください。いやー、それはもうこちらこそですよ。嬉しいです、僕も。いや、ありがとうございます。ありがとうございます、本当。